ということで、こんにちは。よろしくお願いします、はい、今日は上野動物園にやってまいりました。イエーイ。まあ、今日はですね、はい、あの上野動物園の動物と間違われないように噛んだかと思ってます。そうなの、よく言われんねんそう、まあ、今回はさつきがね企画したデート企画ということで。あんたが企画したんや。そうそう、かわいい。さつきがジンジンと上野動物園行きたいって。なんでジンジンと動物園に行きたいと思った？やっぱ一番動物らしい。ややこしいやろ動物みたいなやつが動物園行ってさ上野動物園来たことないんですよ。あ、逆に人生で一回も。だから来たくて、うん、初めてやっぱジンジンさんがいいなみたいな。冗談と分かっててもさ、普通に嬉しくてで、今日はなんと、ペアルックで、あのペアルックです。ペアルックなんです。うわー、すごい嬉しい。これ僕のアパレルブランドジンクルをちょっと今日はあげ、あの贈呈させてもらってっていうことで。嬉しい。え、待って、ペアルックしたことないかも。え、やると思うですか？うん、うわ、嬉しい。ちょっと新鮮やわ、どうしよう。めっちゃ緊張してきた。あの、ここからは2人でデートして撮ってもらうので、さつき、よろしくお願いします。せーの、いくらに。さつきがな、チケット買ってくれるらしいねん。どれですか？僕はね、一応シニアなので60歳以上はい、だと思った、だと思った、いい加減にしかわいいかわいい待って、公然わいせつや今日は全部おごってくれるんで、もちろん。はぁ、すごい、ありがとうね。これ食べてきました。え、この日のために、ジンジンさんおごるために。ほんまに無駄なものでもいっぱい買っちゃおうっと。よろしくね。はい、ということで、無事パンパンもう歌んとって、こんなもう公共の場でさ、ほんとに銃持ち込み禁止やよ何がおもろいねん無事ね、チケット買いました。でもね、チケット買うだけで僕はね、はい、体力使っちゃったんで、もうお腹すいたんで休憩でいいですか？違うか、行きますか。そうねえ、たかさん、めんどくさいから持ってやっぱ男がそこはさ、リードするもんやんか。イエイイエイ。手繋ぐ、一瞬。うわ、一瞬だけ手繋ぎた。早く話したそうな顔してるから話してあげる。ありがとうね。ということで、今私たちがね、とある動物の前にいるというわけで、はい、その動物がこちらです。いやー、檻でーす。この檻、実はですね、はい、生きてるそうですよ。ごめんなさい、今のは大ブースなんですけど、その檻の奥に象がおんねんけど。あ、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 皆さんに見せたい気持ちでいっぱいなんですけど、全然見えてなくて。みんな見えなくても、うちらから見えれば、もういいよ。視聴者さん、檻を見といてください。次はですね、こちら。サルでーす。すぐ、すごっ。尻すごいな。しばかれてますね。しばかれて、パン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 って言われてます。あ、かいな、あんた。ほんまに盗撮怒ってますよ。でも猿もほんまに、うん、いやいや、でもめちゃくちゃケツ向けられてるやめてよ、うちのお客さんやよ。はい、ありがとうございました。ちょっとね、ご飯お腹すいたなと思ってさ、ご飯安いったんや今もうギリギリやってなくて。誰なん今日さ、はい、ちょっと遅刻してきたやつ。ほんまにそいつのせいでさ、バンバン無断取って痛いねんって、地味にバーンまだまだだね。ボートみたいなやつ乗りたいですよ、ね。何？あの、待って、ダメ、お願いお願いあれ、あれ、これ、これ乗りたい、これ。あのさジンジンとさ乗ったらどういう現象起きるか分かるやん。ちょっと考えや、ちょっと乗ってみたいな。あかんて、あんた一人で乗りやちょ、ほんまにどれもいらんこと、うちさんとっても嫌やん。あのボートやんな、あのボート乗りたい。ジンジンさんと乗りたい。絶対もう絶対乗った。私たちはですね、私たちはとある動物のところに着いちゃいました。うわ、到着してしまいました。それではその動物の正体を見せたいと思います。せーの、じゃーん、すごい、フラミンゴです。ということで、フラミンゴといえば、
ニコリホということで、じゃあ平成フラミンゴの挨拶でもしようか。しようか。リホニコ見てな。ほんまに。Hey、せい、フラミンゴ。鳴き方やばいっす、ね。そう、鳴き方がな、普通にコケコッコみたいな。めちゃくちゃ鶏みたい。フラミンゴ一番見たかったんですよ。え、もうずっとフラミンゴに執着してたよね。めちゃくちゃ見たくて。え、フラミンゴが動物にいることすら知らないぐらいさ、ジンジンフラミンゴってあんま知らなかった。でも色鮮やかやね。嘘なんですけど。やばすぎじゃねお前。普通に。ずっと見たかったとか言う。嘘なんですよ。嘘なん？お前。あんな動物園来たからにはちょっとお土産買ってほしいね。買ってくれる？買いましょう。やった、一番この店の中で一番高いやつ買っちゃおうと。行こうよ、行こう行こう。やった。これ何言いますよ、うち。そういうことで。ちょっと、ちょっと、なんでさ、ケイミキのさ、性欲担当になったのに。汚い、本当に。普通に可愛い、これ。え、じゃあこれ、あんたこれ決まりってこと？決まり。そ、ほんまに？え、待って、マジ？やっぱさ、一番高いやつと思ったけど、今、一番欲しいやつ。センス。センス、ちょっと熱いから、センス、お願いしてもいいですか？もちろん。え、ありがとう。はい、ということで、お土産を買ってくれました。あげる。ほんまに？何もやってんのほんまに。ねえ、時代劇かよ。ねえ、大丈夫？こんなさつき見たことないんだけど、ほんまに。新しい一面をね。ほんまに？確かに。なんか、本当に楽しんでるのかなっていうのが伝わってきます。ありがとうね。ちょうど暑かったよな。ケースいるの？いるで。いる？あ、私は太ってるんで。あんたにはわかんない暑さがあるね。今日一日どうでしたか？そら見たかったの。わかる。シャカシャカだし。ガオ。あ、トラや。え、嬉しい。もう見れたからいいや。嬉しい。サツキタイガー見れてよかった。これで帰れるわ。ジンジンの個人的な推しのサツキと一緒にデートできて、はい、めちゃくちゃ楽しかったです。尺取る割に普通のコメント。サツキはどう？まあね、うん、楽しかったね。楽しかった。もうちょっとプラスアルファのなんかお言葉いただけたら嬉しいな。もうね、本当に、うん、めちゃくちゃ、うん、また来たい。ねえ、小学生の絵日記やんか。ほんまに。え、でもさ、それぐらい楽しいとかさ、それぐらいの言葉しか思い出ないんですよ。思い浮かばないぐらい楽しかったってこと。っていう感じで。サツキとジンジンの、ジンジン編のデートいかがだったでしょうか？おならしたでしょ、今。してないねんけど、してないねんけど。おならしたでしょ。なんで？今ずっとおならした。最悪。あのさ、デート中にもしね、仮にジンジンがおならしたとしても、黙って聞いてないふりするのが。あのゾウの面白いあれ。何が？面白いあれ。らしいです。サツキのツボらしいです、あれ。一番面白い。嘘やろ。今までこんなにもさ一緒に過ごしたのにこれが一番面白かった。最悪。もう置いてくもバイバイ。もう別れよ。バイバイ。ね、うちはさ、はい、歩こう、歩きましょう、歩こう。なんかさ、全体的にさ、ちっちゃい動物ばっか、あのさ、ねえ、歩くって言っても一緒に歩くって言うあれわかんないのかな。歩いていこう。あ、待って、やつって揺れてる。グラグラ。YouTube やめたの。